大人の遊びをしようじゃないか。デブレッジ投資家、一木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、30年歳のね、入札不発でしたね。ということで株価が下落しております。アメリカの現物の株式の取引は大人の立ち並みです。作戦会議スタートです。このね、1週間の中で、まあ、最大のね、えー、ポイントっていうのが、この2年祭、10年歳30年歳 この、ね、入札にかかってると、まあ、言っても、ねえー、うちのチャンネルでは、ね、間違いないということで7、8と見て、えー、なんとか株価が上昇していたんでよしと思ってたんですけれど三ここ0年歳の入札の方がありまして乗り切れませんでした、えー。30年歳の入札回りの方が今までよりも高い、ねえー、設定で売り出されたということになりましたんで、まあ、そうなると今持っている 債券打って、新しいね、利回りの高い債券を買った方がいいというね、判断になったんでしょうということで、こちら10年債の方の利回りのね、グラフになってるんですけれど、まあ、プレーマーケットからマーケットの段階にかけて上昇はしていってたんですけれども、日本時間でね、 朝の3時ですね。えー、ここで、えー、入札の方が決まりまして、もう一気に跳ね上がってますよね。えー、そして、えー、高値安定しているということになりましたんで、このね、えー、3時。 の時点で10年歳の利回りが跳ね上がったと。じゃあ、ソクルはどうなったんだということでね、まあ、ルの方を見ていきますと、まあ、ルの方もね、ここですよねえ、一気に下がってるところがあると思うんですけれど、ここがね、3時と,いう,ということになってまして、まあ、リンクしてますよね。今はあの10年歳の利回りが上昇すれば、 株価が下が下る逆に利回りが低下していけば株価が上がるという、ねえー、状態だったんですけれども、えー、10年債が3時に金利が上昇しましたので、ところもそこからねまさかさまに落ちてそくるという、ねえー、ことで、下落トレンドの方に、ね、引きずり込まれていくんじゃないのかなということでね。 ま、足の方のチャートを見ますと、まだね、え、ソクル、大きく崩れているということはないんで、今日持ち直せるのかというところが一つね、え、ポイントなんですけれども、ま、上髭がたっぷりついているのと、出来高が最近の中では割と多かったというね、え、ことになってますんで、ま、この売りがね、え、今日も続くようであれば、え、最近の中の最高値を超えることなく、ボリンジャーバンドプラス2シグマタッチすることなく、ま、下落していくのかなということになりますので、 昨日ね、ソクルの方は売却しております。まあ絶妙のタイミングでね、私は売却できてるんじゃないのかなと思ってるんですけれども、ということで。さあ、ソクル、こうなってきますとね、下落を狙っていきたいということがありますので、ここ1日2日で購入できるポイントまでね、下がってくるのかということでね、考えていきますと、終わり値がね、18.39と。 マイナス3%で17.83、マイナス5%で17.47、マイナス8%で16.91ということになってますんで、52週の最高値28.75から、今日ね8%下落したとしても16.91ということなんで、まあ、40%下落にはなるんですけれど、50%下落には届かないと。 まあ、いうことにもね、えー、なっておりますので、さあ、ここはね、えー、まだ生還しておくのがベストじゃないかと。えー、そして、その次に、まあ、えーまあ、絶対に負けない。 取引バージョン2ということでね、やってる中で、1段目が15.09、2段目が14.02というね、えー、ところで、まあ、この14.02あたりで待ち受けしてるのも一つの手なのかなということでね、えー、遡っていきますと、10月の30日14.02と、31日14.01ということがありまして、ここが最安値だったんじゃないのかなと思いますので、まあ、ここを狙っていくのか、 さらに私のき新基準ではね、ここになります。13.79と、えー、いうことになりますので、まあ私は13.79まで待とうと思っています。そうしますと、まあ今日はね、届かないということになります。 ソブルの方を売却してるんですけれど、なぜかわかりませんけれど、楽天証券ね、まだちょっと仕組みの方が変わってるみたいでね、DPST と合わせた金額しか出てこないと、まあ、細かく設定すれば出てくるんでしょうけれどということで、まあ、DPST とね、両方合わせまして、118ドル56セント利益が出たということになってます。さあ、テスラ1.5倍ブルということでね、こちらの方もしっかりと下落していってると。まあ、こちらはね、債券の利回りが上昇 上昇したから低下しているというよりは、えー、格付け会社ですね、えー、テスラの格付けが下がったということになってますんで、まあ、それでね、えー、マーケット開いてからも下がってたと、えー、そして追い打ちをかけるように金利が上昇したので、さらに下がったということになりますので、えー、テスラ1.5倍ぶるこちらの方はしっかりと、ね、底を掘る可能性があるということで、まあ、大きくね、1日でここね、数日間の上昇分をね、すべて。 飲み込んで、まあ、ひょっとしたらこのね、窓埋め作業もね、一日で終わらすのかというぐらいの大きなね、出来高をつけての下落でしたので、しっかりと、最近の中での最安値っていうのをね、まあ、狙っていきたいポイントということに、ね、なっております。もうね、ここは10ドル切ってきたところ、これがテスラ1.5倍ブルドね、狙い目ということで、もうズバリ狙い目言いますと、9.59。ここで私は待ち受けしていこうと思ってます。まあ、現状保有してる テスラ1.5倍ブルは224株マイナス36.16、トガ3構造は60株マイナス29.61、マネクス証券マイナス22.94ということになっておりまして、ね、マネクス証券だと15.72まで下がっていたのが、ねまあ、一気にぶ、ねえー、り返してきたということがあります。まあ、当面は、ねはいえー、まだ、ね、テスラ、ね、1.5倍ブルリバランスもかけれないかなというところと、あとは、ねえー、マイナス50%記念を達成したときに購入 したテスラ1.5倍ブルなんですけれど、今回計算しますと、この保有している10.661よりも、ね、下がる可能性が出てきたということになりますので、ま,あ、まだね、プラス9.27ありますので、まあ、さっさとき、ね、今日売ってしまいたいなと思っております。次目指すのは え、テスラね、50%記念ではなくて、10ドル切った記念というね、え、ことで、1桁台になった、しっかりと保有できるのかどうかというところをね、今後の焦点課題としていきたいと。まあ、ラブはね、もう価格落ちるのはしょうがないですよね、ということになります。 え、こちらの方もね、え、まあ、大きく下落しているということでね、まあ、二日間かけてしっかりとね、出来高の方もついて、そして下落していってるということになりますので、さあ、ここね、えー、まあ、併合が来るのが決まってるんでね、どこまで落ちていっても大丈夫ということにはなるんですけれど、ラブの最安値が2.42ということになってますんで、まあ、今からね、え、ラブを狙われる方っていうのは、この2.42以下で仕入れていくというのがね、まあ、鉄則になってきますよね。さあ、ラブ、併合が決まって、 ますので8 4 0株に揃えております。マネックス証券440株に揃えております。マイナス,ス,ス51.72ということと、ね、そして間違って買っちゃったというね講座、間違えてね21株買ったんで、これまた19株足さないといけないんですよねというところがマイナス17.72ということになっております。TMF こちらの方も、ね、大きく下げているということで、まあ、基本的には3ドル、4ドル台のレンジに入っているだけなのかなという、ね、気もしているということをお伝えしていますので、まあ、こちらは、ね、予定通おり、まあ、一番最後に利益が乗った時に購入、ね、していきたいと。今の手持ちの TMF 特定口座100株37.49、マネックス証券34.86、ここから下は一般ニスワークです、100株マイナス41.41、-41. 41. 41 252株は となってますんでこの252株のところで、ね、とりあえずは今月末までに8株足して、そして260株にしておくの、そして年末までに1000株にというところ、これはもうね、変わっておりません。そして DPSD の方も売却しましたので、次のね、差し値ポイントっていうのが42.72、ここから36.61の間でね、差していこうというふうに考えております。 まあ、先ほどもね、見ていただきましたけれど、DPSD の方もね、まあ、三プラス三三十パーセントのところで。 売却できたとと、まあ、いうこだ、なんかこれ見ると、プラス64.3とかっていうのは、これ、これ64.3ドルということなんですね。54ドル26セントということなんですね。あ、今、理解できましたということで、売却の方で、ね、してますんで、次ね、買い戻しをね、していかないといけないということがありますんで、まあ、しっかりとね、下落していってと。まあ、意外とね、42.72っていうのはね、近いんじゃないかなと思いますんで、まあ、もうちょっと下ですよね。まあ、しっかりと 40切ったところでね私は狙っていきたいんですけれどただね数値化しておきますけれども数値化しておきますと42.72から36.61の間でねまあ、購入をしていくということになっておりますまあ、この辺りねあの詳しい数字っていうのはライブ放送の方でねお伝えしていきたいと思います FAS ですね。こちらの方はまだね、チャート的には崩れてませんけれど、まあ、基本的には下落していくのかなと。まあ、下落したところでね、DPST が先に購入ポイントに到達するのか、FAS が到達するのかというところで、先にね、エントリーポイントまでね、届いた方を購入しようと思ってます。Apple 1.5倍ブル。こちらの方は強いですね。ということでね、まだチャート形状的には崩れておりませんということで、まあ、ひょっとすると Apple だけはこうね、 個別株のの強みでで伸びていいくかかも分からないですねさあ11月に入ってねやっと売却の方ができましたということでなんとおくしくもね前回売却したのが10月の10日そして11月に入ってからはね11月の9日ということでまあ1ヶ月ぶりの利格だったと。 これによりまして、11月の実現損益は、プラス118ドル56セントということになりますので、3月から11月ですね。これ間違えてます。後で訂正しておきます。4602ドル89セントということになっておりますの、ね、で、まだね、11月はテスラ、ね、1.5倍ぐルい、波数ある分を売って、あとね、1回か2回ぐらいトレードできるんじゃないかなと。 思ってますんでね。まあ、もう少しね、えー、しっかりと利益の方をね、えー、取っていきたいと。まあ、これによりまして、楽天証券で516ドル、マネクス証券で119ドル、えー、ドルが余っているという、ねえー、ことになりますので、まあ、このドルを使って、ISOXL、まあ、か DPST か、それともテスラ1.5倍ブルですよね。えー、こちらの方を、まあ、しっかりと購入していきたいなと思ってます。 まあ今はね、どうなんでしょうかということで、まあ速度もね、まあ下がり出したら早いかなと思うんですけれど、まあ一番早く買い戻せるのは DPST かなというふうに思ってますんでね、意外と DPST、私はすごくね、DPST との相性がいいということになってますんで、まあ、DPST がね、再度下落してくるようであれば30ドル台になったところね、しっかりと 手中にね、収めていきたいと思います。絶対に負けない取引バージョン2に進化してますんで、 一回目は成功しましたよね。え、二回目、こちらね、エントリーポイントが、しっかりと下落トレンド。まだね、上昇トレンドに移ってないと思うんで、まあ、ベアマーケットでも通用するのが二回目ということになってますんで、これをね、回数をしっかりこなしていって、で、そのうち、今、使用付けになっているラブとかテスラ1.5倍ブルが回答できれば、大きい資金を使ってできるというね、え、ことになってきますので、まあ、ここをね、しっかりと練習しておくと。 株価が下がれば、含み益下がるのは当たり前。損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて観戦していきましょう。えー、今日も23時からライブ放送の方をかけていきますので、次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。